はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。ただいまね、プライムデー開催中ということで、10月14日までね、やっておりますが、まあ、この期間ですね、Kindle Unlimited、あの、電子書籍サービスですね、こちらが、4ヶ月間、あ、ごめんなさい、3ヶ月間だ、3個間違えた。3ヶ月間ね、3ヶ月間99円でキャンペーンをやっています。月換算にするとね、33円で、書籍が読み放題というものになっておりますが、これね、まあ通常月額は980円でやってるサービスなんですけども、ね、何かと言いますとですね、まあこういうですね、あの電子書籍でございます。こんな感じ、まあいろいろタイトルありますが、まあ例えばですね、これかな。はい、ちょっと遠くでも出てくる。まあ漫画であったりね、それからですね、こういうね、これ池田隼人さんの本だけど、まあ書籍だったり、それからですね、あとはこれか。雑誌なんかもね、読めます。雑誌どこ行っちゃったっけ？あ、ここだ。はい。雑誌ね。はい。こういうふうに、まあ、雑誌なんかもこうやって、まあ、ピンチンピンチアウトでこうやって、まあ、こうね、拡大しても見ることもできますね。これだから電子書籍だからね。はい。あ、何冊持っててもね、このタブレット1枚の中に収まるよというのが、まあ、電子書籍サービスなんですけれども、実はですね、この Kindle というサービスは、まあ、おそらくね、この動画を見ていらっしゃる方、ほとんどはね、まあ、Amazon のプライム会員に入られていると思うんですけども、無料でですね、もう、それ入るだけでですね、あの、電子書籍読むことができます。できるんだけど、今回ね、このね、Amazon のサービスね、まあ、プライム会員、まあ、いろんなサービスがありますよ。なんかこう、無料お届け米系便とかね、あとはその、Amazon ミュージックとか、あとは何だったっけ、まあ、映画ね、Amazon プライムビデオね、はい。そして、まあ、この Kindle も使うことができる。だけどですね、この、書籍だけね、無料で使えるレパートリーはね、ちょっとね、少ないんですよ。はい。まあ、一応ね、漫画、雑誌、書籍っていう、まあ、こうバリエーションもあるんだけど、まあ、その、コンテンツの量がすごく少ないんですね。ここだけがちょっと弱みです。はい。なのでですね、この Kindle Unlimited っていうのをね、契約すると、もう本の種類がもう一気にぐわーん広がります。これめっちゃお得。まあ一応月額通常は980円なんだけども、それでもね、まあ本をたくさん読める方はもうすぐに元を取ることができます。でもですね、まあ実際まあ本を読むかどうかちょっとわかんないなーっていう方はですね、Kindle Unlimited 入ろうかどうしようかってこう悩まれてる方はですね、まあ今回お試しで入ってみてはいかがかなと思います。まあ興味がなくてもね、非常に今回、お安く契約できるので、いいかなと思います。月始めに確か99円払うのかな。そうするともう3ヶ月間。読むことができます。はい。で、その後ですね、ま、自動契約にはなるんですけれども、続けようかな、続けまいかな、ってこう悩んでるんだったら、こう、どうしようかなって、その時に、ま、判断すればいいかなと思います。やめようと思えばね、3ヶ月使ったらもうやめたって言うんだったら、別にもうそこで、契約を切っても、3ヶ月間はね、一応読むことができますので、はい。ちょっとま、お試しでね、入られてみてはいかがかなと思います。まあ、詳しくはですね、動画説明欄にリンクを貼っておきます。このね、キャンペーンってね、いつもやってないんですね。本当にこういうビッグセールの時にこうかけて、まあ、同時に、やるんですけども、まあ、今回ですね、例えばこの、Fire タブレットとかね、あとは Kindle とか、買われる方がね、結構多いかと思いますけども、まあ、その時にね、合わせて、契約するとね、なかなか有効活用ができるんではないかなと思います。はい。こんな感じかな。うん。てな感じでですね、うちのチャンネルでは、この Amazon に関するね、お得情報なんかも、まあ、常に発信しておりますので、よろしければ、この機会にチャンネル登録していただければと思います。ということで、サタチュンチャンネルでした。また次の動画で、そうだ、その前にですね、今回のセール情報はね、Twitter でもね、逐一発信しております。はい。よろしければね、Twitter の方のフォローもしていただければね、細かく、お得情報とかもね、出しておりますので、ちょっとまあ、なかなかね、動画にするっていうのはね、ちょっと時間と手間がかかるんですけどもね、ツイッターだったらね、ちょっと見つけて、あ、これはと思ったやつを、パッと皆さんにね、情報をシェアしておりますので、よろしければフォローの方もよろしくお願いします。